敵は存在せぬはずだが。切り足りよし、王女ども分断したぞ。な、怖がるな。死んで格好下品しろ。切り足りない。我らを王者と誤認した。無意味な騒乱を招いた罪は償わせねばならぬ。孤立した各和を救うつもりだ。敵の恐怖心を煽り混乱に陥れて。さすがのお働き。逃げろ。このままだとやられちまう。兵など脆いものだ。さて、悪愛を拾ってやらん。なんと、亡者がこんなところまで。兵まで誤認するな。しかし、敵の誤解ゆえ死人が遅れたな。この冷徹なセリフ、官兵衛殿でしたか。お互い無事で。何より。アキレウス、あれだ。あれが亡者らしい。わしの家族の借り、一緒に返してくれ。相手が誰だろうが知ったことか。死人なら死人らしく、とこしえの闇に返してやる。レドの敵に包囲された様子、我らが亡者ではないと説明できれば。相手は無意味な騒乱を招いたトガ人ども。何を説明する必要がある。消し潰すまで。この白い顔、この亡者騒動はあなたが原因か。僕だけじゃないと思うよ。いや、原因のほとんどは君じゃないか。今度は妖魔が出たぞ。亡者。今度は妖魔の類が。胸が痛くなってきました。降りかかる火の粉は払うのみ。我らに害をなすつもりならば葬るまでだ。貴様ら、亡者ではないな。ただ要望ゆえ虐げられておるだけか。なるほど、見る目はあるわ。人間より大きなものだな。官兵衛殿、龍馬殿、一時手を組みましょう。共通の敵に当たるのが上策と存ずるが。龍馬と手を組む。なるほど、互いに利はある。よかろう。貴様らの始末はその後でいい。王者の援軍に龍馬が出やがったか。どうする。どちらも顔色の悪い死に損ないに過ぎん。まとめて始末してやる。しっ。そのご活躍、眩しいばかりです。あなた
様らを見逃すのだ。次に会えば容赦はせぬ。官兵衛殿と妖魔殿に友情が芽生えた、そう感じたのは私の気のせいか。妖魔こそ乱の火種、なれば友情ごと消し去るまで。かわいそうな人たちを少しは救え。予想あなたに